フィジー独立記念のために制作されたストーリーボード制作中のストーリーボードストーリーボードはパラオで制作される民芸品。パラオ語では板彫りとも呼ばれる。現在のパラオに存在する場合には様々な絵や文様が描かれているが本来は彫刻した上で色を塗っていた。1929年民族学者で彫刻家の土方久子はパラオに渡り、 自ら彫刻に励む傍ら、パラオ人にも自分たちの現象文化を板に彫刻して後世に残すことを教えた。そして、パラオに来て3ヶ月後に、工学校の図工教員に採用され、パラオ各地の工学校でパラオ人児童に板彫りの技術を教えた。土方の教え子たちは、成人になってパラオの風物をモチーフにした木製の彫刻物を作り始めた。これが、 ストーリーボードの起源である。日本統治時代は、アバイ町と呼ばれており、当時のパラオ土産として有名だった、トコベイ人形にとって変わろうとしていた。今日ではパラオを代表する民芸品となっており、コロール刑務所でも刑務作業の一環として、ストーリーボードを制作、販売している。ありがとうございます。